動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子馬王真司です。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて今回こちらの房総横断記念乗車券を使ってもう一度小湊鉄道の甲府台から五井駅まで途中下車しない旅をお見せします。では今回の旅も始めていきます。これから8分後に到着する電車に乗って五井駅に向かいたいと思います。カルサ三つまたです。
Thank you.
Thank you.
五井駅に到着しました。ここが小湊鉄道の始発駅であり終点です。これが小湊鉄道の車両基地なんだそうです。間近に見るとやっぱり迫力違いますね。最後にご紹介したいのはこの小湊待合室です。この小湊待合室、何が素晴らしいかと言いますと、利用者の声を聞いて作られたカフェなんだそうです。ところがですね、事情で営業時間短縮してまして、入れるのかどうか心配です。あ、でもラストオーダー16時45分だからなんとか。あ、入れます。小湊待合室なんですけれども、まあ運が良ければ利用させていただけるかなと思ったんですけれども、ラストオーダーが終わったそうです。はい、はい、まあまた次の機会に改めて詳しくご紹介できればなと思います。というわけでエンディングになるんですけれども、今回の動画はどうだったでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。